さあというわけで、まあ深夜でもその車のね通りとか人通りが多すぎて、うん、車中泊とかあとまあおしゃべり人間の検証ができないけど有名なスポットもちょっと一個ずつ回っていこうということで、はいはい、今回はですねここもかなり東京では有名な千駄ヶ谷トンネル。うわ有名、うん、かなり有名ですけども、うん、ほぼ夜中なんですけどこの車の量、人の量もすごいですし、さすがもう都心の中の都心ですから、うん、ただここかなり有名なので、うん、検証していこうかなと、はい、まあ千駄ヶ谷トンネルっていうのはお墓の下を、まあ、無理やりトンネルにしたというふうに言われてて、まあトンネルの上がお墓で、まあ、それでだからトンネルができて以来いろいろな、心霊現象が起きるという噂があって、うん、例えば一番多いのが白いワンピースを着た女性が現れて、はい、まあ、例えば運転中その窓に張り付いてくるとか、で後ろから追いかけてくるとか、あと上から逆さまにぶら下がってる、そういう、いもん、ね、うん、目撃情報があります。まあその他にもいろいろな目撃情報がありますよということですね。まあ今回はその千駄ヶ谷トンネル、ここもかなりいろんな YouTuber さん、はいはい、俺もちょっとここ来た時あの動画で見たみたいな結構ありましたから、今からちょっとその千駄ヶ谷トンネル行きますが、かなり車も人も多いですね。まあまあまあ、今のところ多分幽霊さんより我々の方が目立ってます人気を持っててね、うんうん、とりあえずまあちょっと行ってみますか。じゃあ行きましょう。はい、さああそこに見えるのが新国立競技場ですね。いや確かに、まさに大都心、確かに大都心。これがAちゃんのライブ見たとこだ。あ、そうなの。そうそうそう、その近くにそんな噂の場所があるの。そうですね、だからもう昔はかなりっていうか名前は俺らではもう知ってたぐらいだから、はい、もうほんまにお墓あるやん。先お墓が先なの。あ、そうそうそう、うわー、じゃあ無理やり下を通した。あー、それはちょっと無理やりやな。でもなんか結構新しいけどな、作りが。いや、綺麗。多分何回もあれなのかな、工事してるのかな。あれじゃね、なんか前さ、ランキング動画、サブチャンネルの新スポットランキング動画やったじゃん。はい、やりました。で、その千駄ヶ谷トンネルの隣の音楽スタジオで、うん、あ、言ってたな。そうそう、録音した岩崎宏美さんの万華鏡って曲に男の人のうめき声っていう、うん。で、それでかなり話題になった。世間を賑わしたって言ったでしょ。はいはい、うん、これじゃね、ビクターエンターテインメント。ほんまやん、ビクターやん。え、これが音楽スタジオなんですか。すげえ。あ、ほんまに隣やん。さあ、ここでじゃあちょっと、まあまあまあ、まずはゼロですね。まあまあまあ、まだじゃあちょっとどうしようか、他のもやりましょうか、うん、そのこの音楽スタジオの前にいたら、じゃあ誰か有名人も、あ、そうやね、うん、来る可能性は。とりあえずじゃあ通過してみるか。でもここも本当いろんな YouTuber さんとかテレビとかで騒がれまぐったから、もう何もなさそうな気もするけどな。まあこれでもこれで岩崎宏美さんの CD と同じうめき声入ったぞ。あ、そうやな、ちょっと車が多いからな、ちょっと安心感生まれちゃうね、車が多いとね、なんか人がいるんだって。この上からってことは、そんな不気味さ感じないけどな、うん、むしろこの辺住める人羨ましいってぐらいの、まあそうやね、不気味さめちゃめちゃ羨ましいね、反応は特に。高級車しか通ってねえもんな。羨ましがんなお前羨ましいけど、あ、でもなんか一瞬公衆トイレみたいな匂いしたな。マジで、うん、ちょっと引きさえこれです。この辺そう、でも別に変なもんねえな、そういえば公衆トイレ何も別にあるわけじゃないもんね、うん、まあ、これこういうさ草とかがさ
人に見えてるっていうのはありそうだけどね。まあ言われてみれば、これさやな、影になったら上からぶら下がってる人に見えるよな。なんでこんな草を生やしっぱなしに。とりあえずまあ通過しましたが、うん、今んとこ特にいいかな。これ何これ。俺思った今、これ結構なんか意味ありげじゃね。でもなんかあんまり変なこと言ったら、俺が書いたの子供だったらちょっとかわいそう。なんてこと言うんだってことです。すごく上手な絵ですね。え、これ何？え、でも、え、何？これは素晴らしい芸術作品だろ。何これじゃねえよ。何やねお前は。芸術作品だよ。いや、ここってでもかなり有名なはずですけど、今のところは、どの機材も。あとあれだね、やっぱ車が多すぎて、ラジオがもう、無意味だな。聞こえないね。とりあえず、まあ、いつも通りザーッとだけは。はいはい。じゃあ反対側行ってみるか。はい。結構なんか期待してたんだけどな。怖いっていうふうに有名だから。でもかなり綺麗。今のところ何にもないかな。あ、こっちにもある変なやつ。あ、変なやつって言っちゃった。まあお前いつもどこが変なやつなんだろう。めちゃめちゃ上手じゃねえか。すぐ変なやつだお前。お前の絵見てみてえけどな。確かに。いや俺もめっちゃぐちゃぐちゃやけど俺の絵は。ああ、とりあえずちょっと行こう、うん、さあこちら側はどうでしょう。なんだろう、もうでも国立競技場ができてなおさら明るいんだろうな。うん、上の方のなんかシミは確かにちょっと気にはなる。気にはなるね。正直でも夜中ここ一人で通れって言われても別に、いや通れるよ全然、怖くはないから。今までで一番最弱だったというか一番怖くなかったサムライトンネル、うん、より怖くないかもしれない。うん、そうやな。なんかライブの、そうやな、うん、多分国立競技場で、うんうん、これ残念ながら不発かもしんねえな。まあでも来たっていうね。あのそうそう、騒がれてるところでちゃんと検証して、不発だったら不発で別にそれは俺らのチャンネルではそうだったっていうのは一つの防犯カメラある。これは正直まあ取れ高今のところどうしましょうか。ゼロかな、何もないかな。これがまあでもリアルですから、うんうんうん、もしかしたらもうなんか過去の話で今は別になのかもしれない。でもリアルタイムでお墓の下にあるからね今はね。なんかだから別にお墓関係ないのかもしれない。関係ないのかかもしれない。ビクタースタジオ自体は結構いろいろあるという噂もあるけど、まあ中入れないから、うん、まあそれはそうですよ。これがでもまあリアルか。ちょっと映像確認しめないと分からんけど、どうなんやろうな。一瞬声じゃなかった。ちょっと映像確認しめないと分からんけど、どうなんやろうな。一瞬声じゃなかった。咳みたいな。うーみたいな。いや、ほんと？あ、でも人が多いから、でもそんな近くには今いねえじゃん。気のせいか、ちょっと分かんねえな。車も多すぎて確認できないな。もしもし。もしもし。今から、電話検証をやってみたいと思います。こう、はい、まあトンネルの、反対車線側をお互い歩きながら電話で通過してみようかなと。うん、そうですね。もしかしたら何か声が入るかもしれない。うん。まあ、僕はこのビクタースタジオの前からじゃあ。トンネルを通過してみたいと思います。入るかな、どうだろうな。まあ何かしら、まあとりあえず全部の検証をやってみて、うんうん、だって声が入るっていうのが有名な話ならこれ可能性あるよ。そうやな、うん、そちらのバケタン渡したじゃん。はい、バケタンもちょっとやりながらやっていきます。はい、うん、あでもね、やっぱもうね歩行者の方とかを見てもね、うん、
誰も怖がってないんだよ。そうやな、うん、あ。普通にお散歩してる方もいたもんね。さっき歩いてる人なんか、家にケンタッキーあるから、あとピザ買って帰ろうって言ってたから。めっちゃほんわかしてるやん。ほんわかしながら通ってるやん、もう。羨ましいな、この辺住んでるなんてな。確かに。まあ、俺らもな、そのうちもうちょっとバズれば。住みたいね。センター街トンネルが近所になりたいね。いいな。さあ、何か。だが、車が多いな。間もなく、トンネルの中。はい。バケタンの反応は特にありません。さあ、通過しました。はい。とりあえず、まあ、こんな感じですかね。結構いろんな YouTuber さんとかもここでは検証してますが、難しいな。ちょっと俺、こっち側ゴーストチューブやってみるな。あ、じゃあそうしましょう。じゃあ合流しますね。はい。なんか出るな、なんか出るな。あ、でもこれ違うかな。ただでもこのトンネルの枠に反応しないかもしれない。そうだな。まあこれがリアルな検証結果ですかね。さあ、というわけで千駄ヶ谷トンネル、まあ悪名高きというか結構有名だったんで期待したんですが、まあ、結果はこれでしたね。正直もう夜遅くてもこの交通量なんで、そうですね、まあしょうがないかなと思います。ちょっとでも一個気になるものが、何、ちょっとこれ見て。ああ、ペットボトル。あれ、これは拾っていかなきゃダメだろう。ああ、そうやね。やるか。何、ゴミ拾い。そうやな。なるほど。じゃあまあまあ、来たんでここもちょっと綺麗にして、ま、綺麗にして拾っていきましょう。じゃあ行くか。千駄ヶ谷トンネルに、まあ、お住まいと言われてる白いワンピースの女の方、今から僕ら掃除しますんで。じゃあもうパパッとやろう。はいはい、駐車場代高いから。いや、何やねん、その理由。そうですね。はい。さあ、というわけで一通り、はい、ここら辺住んでる金持ちが落としたゴミ兼徳を拾いました。めっちゃ良さそうな徳や。正直他の場所で拾ったゴミも混ざってるんで、そうですね、ペットボトルはあんま落ちなくて、これがまあ燃えるゴミで、はい、まあ、正直実質あんま落ちなかったですね。やっぱり金持ちはそれなりの生活してますよ。金持ちはやっぱその辺にボムを捨てないんだな。いや、まあそうだね、ちゃんとしてるな。まあとりあえずゴミ拾いと検証両方やったんで、まあどっちもちょっと微妙だったかもしれませんが、これがリアルでしたね。そんなに、だから正直もうそんなに怖いことないのかもしれないな。まあそうかもしれないね。歩いてて誰も気にしなさそうでしたね。はい、うん、ゴミも少なかったということで、うん、ちょっとじゃあ他のとこ行きましょう。じゃあ行きましょう。さあ、今回も、まあ、交通量などが多すぎて本格検証がしにくい場所を紹介していきたいと思います、ね。うん、心霊スポット、はい、ここもなんかよく心霊スポットと言われている、うん、レイクタウンの水、ちょっとじゃあ軽く紹介してもらっていいですか。はい、こちらはですね、もともと火葬場だったらしいんですよね。で、火葬場を埋め立てて建てたのがこの越谷レイクタウンで、もう霊感が強い人はかなり注意が必要とも言われてます。で、この今映ってた湖、やっぱり水なので湖に霊がやっぱ集まるらしく、で、この湖に関しては灰色の
人影が見えると言われてます。なるほど、うん、この湖の水の上を人影が通るというふうに言われてるみたいで、はい、まあちょっと今日は夜中だけど普通に明るい、もうだいぶ開発されて、まあそうですね、綺麗な街になった、うん、マンションも多いし、うん、湖がこの広すぎてこんな小さいバケタンで探知できるのかちょっと分かんない。向こうの方とかな、湖のど真ん中、その湖の水の上を灰色の人影が歩くと言ってたんで、うん、はい、真ん中の、なんつうの、どこまで探知できるのかなっていうのは、ちょっと分かんない。それはちょっと、逆にここで探知できたらここまで来てるんだろう。そういうことやろな。うん、でも人影とはいえでもやっぱ火葬場もともとあったので、まあそういった声とかもやっぱりね、何か入るかもしれないよね。あとここはだからそういう噂があるのと同時に、うん、逆にいやいや全く何でもそんな完全なデマだよっていう情報も同じぐらいあるんで、うんうんうん、まあ、一応それも付け加えるというか、はいはい、だからもうご判断はあなた次第という感じで、なるほど、五分五分って感じですね。ちょっとラジオは少しだけ、うん、男の人の声みたいな。でもいないもん、いるんだ。この手すりの左側、うん、なんか黒い人影あってる気がしたけど、ちょっとわかんない。でもやっぱ暗すぎる。うん、おーおー、びっくりした、なったの、言ったそばから、うん、なんかあるけど、椅子の正直、めちゃめちゃ開発されてて、すごい綺麗な街なんで、うん、怖さはほとんどないですね。別に夜中一人で歩けって言われたら全然まあまあ歩けますね、うん、やっぱ普通にすぐ横道路で車もね、うん、ちょっとウォースチューブみたいな、やってみましょう。もうちょい、何もないかな。何の反応もないですね。なんか聞こえたよな。なんか聞こえたよな、男の人の声。同じ声やった、さっきと。さっきとは違う。今ぐらいの声の大きさがカメラ入るか入んないかビームなんだよな、いつも。でもなんか聞こえたのか、完全に。でもなんか聞こえたのか、完全に。でもなんか聞こえたのか、完全に。いや、聞こえたよ、ドーンって。湖の水の上に何か人影が出るってなると、もう、ボートとかじゃないと検証できないの。歩道ですからね。あ、そうだな。だからここは限界さ。
電磁波計がちょっと1回なったぐらいかと、うん、もう声がちょっと、そうやな、声が聞こえたなって。でも一人の方がいらっしゃるとかじゃないのかもしれないし、いやでもそうそう集まるとは言われてる。怖さレベルで言うとでも正直1か2ですないね、1ぐらいは。普通にもうカップルで遊びに来ても、いやロマンチックやし、そっか、夜中でも全然このぐらいの明るさですから、そっか、安心して歩けるぐらいです。声は俺は湖の方が聞こえたな。でも湖からの声だったら相当大きな声だ。ちっちゃいけど。近く。うん、ここまで聞こえるんやから。でもでかいから聞こえたっていうよりは。ああまあな。なんかちょっと鼓膜に響いた感じ、頭に響いた感じだけど。それが何か。まあここはこんな感じか。そんなに。検証道具とかは、そうやな、よし、じゃあまあいつも通りの感じで帰りますか。じゃあそうしましょう、というわけで、まあ、今回数箇所もあったんですけど、とりあえずこんな感じで披露していただきました、うん、まあまあこれからもいろんなとここういう感じで本格検証とかはできないような場所もあるんで、はいはい、そういうとこ回っていきましょう、うん、とりあえずじゃあ次の場所を向かいますか。そうですね、はい、これがね、ちょっと見せますよ、今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください、これ。いや、これ通りたくねえわ、こんなん、おい。おお、やばいやばいやばい。